で、また続きなんですが、ですね、でハードディスクをとにかく外してみたいと思います。あれ、今度はネジがあれ違うのか、うん、こっち側に貼ってネジですね。結構なんて言うんでしょう、これを取るのが、よし、また家庭あ、試してガッテンでやっていたんですが、硬い時はネジを叩けばいいというので、叩くとでも振動がすごいだろうなと思うんですが、ちょっと叩いてみたいと思います。ダメです硬い、取れないですね。ネジを取るときは貫通ドライバーで叩けばいいんですが、なかなか、なかなか取れないですね。しまってどうなるのかなんですが、ちなみに叩いてるのはガムテープで叩いてるんですけども、柔らかくなったのかどうか、やっぱりトンカチなどで取れないですね、全然。どっち回せばいいのか、あ、まあ、はあ、これが取れないですね。ネジが硬くてハードディスクが取れないという感じですが、そうですね、まあ、あとは、まあ、ハードディスクさえ取ってしまえばあとは必要ないんですが、ちょっと今部屋の中なのでトンカチを使ってこれを叩くということはできませんが、ちなみにどうやってダクティを固定したのかというと、こうやって固定していました。ティッシュに切れ込みを入れてこの中にダクティを刺したんですが、で高さ液晶のところがこういうふうに斜めになってしまうので、これをかまして水平にしました。やってみると、ああ、このテープを挟まないで普通にこの穴の中にダクティを突っ込んでみたときは、こういうふうに斜めになってしまうんです。こういうふうに斜めになってしまうんですが、これを液晶のところに挟むと水平になります。だいたい水平になる。で、まあ、中身を見てみたいと思うんですが、これがメモリーカードですね。当初64GB しかなかったんですが、ビアボイスミレミアムという音声入力文字音声入力ソフトがあったので、それを使うにはメモリーメモリが64だと足りないので増設しました。で、64で合わせて128になっています。で、開けてみますが、
ああ、これがなんかすごい汚れてますね。これが、メモリーですね。64のメインメモリーです。これはもう規格は古すぎて使えないんですが、まあこっち側の向きで刺せばいいんですが、刺さったかな。で刺さりました。でこれがファンですね。ファンが随分小さいなと思いました。これがですか、ファンですけども、あとはマザーボードですね。これは何なのか、あ、これランカードですね。インターネットをやるときにつけたやつです。これはなんか高さが違うんですか、こっち側なのか。これもメイン規格なんですけども、あ、見えづらいですね。規格は、PC100 の、-322 というやつですね。 PC100 ですね。一応入れときます。もう捨てると分かっているから雑には使いますが、実際まだ使う場合だとこんな雑に扱えなかっただろうなと思ってます。でも結構ホコリも溜まってますね、こっち側。これは何だろう、電源のファンですね。でこれ CPU のファンで、でこれが CD ロムドライブですね。まあというぐらいです。でまたどこでしょう、ケースをつけてみたいと思います。一度まあここで聞いたいと思いますが。